はい、ではホームページから利益を上げていきましょう。お世話になっております株式会社ミルズでございます。1995年からホームページの分析を始めまして、多くのホームページに利益をもたらしてきた、そういう会社でございます。例えばこれは関西の中小企業さん、これコロナ禍で展示会が中止になって売り上げがどんどん下がっておりました。ところがホームページをリニューアルしたところ年間で8000万円の利益が上がりまして非常に助かった。それからホームページに展示会よりも一生懸命予算をかけるようになった、こういう会社さんがあるわけです。どういうふうにしてそんなに売り上げが上がるようになったのかといいますと、リニューアルをしてからホームページのアクセスがどんどん高まった、またお問い合わせの数もどんどん増えてきまして月間15件とか20件とか、大変この会社さんに興味を持った方からのお問い合わせが入るようになり、後で調べてみると年間8000万の売り上げが上がっていた、こういうことになるわけですね。この会社がじゃあどんなふうにリニューアルをやったのかということですけれども、これが我々の最も得意とするところ、ホームページの成績を見たということなんですね。ホームページの成績を見るということはどういうことかというと、このページが食いつきがいいぞ、このページを見た人はお問い合わせをしてるぞということがはっきりと分かるんですね。あるいはそういうページがうちのホームページには全然ないぞということもはっきり分かってきます。そういうレポートがサイトグラスレポートというレポートです。毎月レポートができましたよとメールが届きます。そのメールからクリックすればこういうレポートが PDF 形式でお手元に届く、そういう形になっております。このレポート、そんなもの見ても何もわからないよとおっしゃる方多いんですけれど、例えばこういうページに×至急直すべきページって書いてあるんですね。このページを見て制作会社さんと相談いただいて、ここ直しましょう、ここ悪いって言われてますよという形でやっていただければ御社のホームページどんどん良くなっていく。ゴールが増えるためには何をやっていったらいいのか。多くの会社さんが問い合わせが少ないというと、フォームが使いにくいんじゃないか、フォームに濡れ衣を着せてしまうんですね。これもったいないことなんです。問題はフォームの成績でしょうか。実はそもそもフォームにたどり着く人が少ないだけだったりすることが非常に多いんですね。こういうことをきちんと分別して効果があるところに手を入れていただくことによって、ようやくホームページというのは効き目を出していくことができるわけです。我々ミルズでは多くの企業さんにホームページの改善ということを言葉でお伝えしたり、実際にホームページを直したりという形で改善をご提供しています。例えばこのサービスではホームページを実際にページの並び順にちゃんとページの絵も入った状態で整理します。その上に見た方々がホームページ上でどう移動しているかっていうことを矢印で表します。見てほしいと思ってるページが全然見られてないじゃないかとか、このページを見たらあ、お問い合わせに進むんだねということが全部図示されますので、普段ホームページということに何の知識も興味もないというような役員の方であっても、これを見ればすぐにここ君の早く直しなさいということが分かっていただける、そんなサービスになっています。こうしたサイトグラスという名前でやっておりますけれども、レポートとそれから人の動きが一目でわかる動線レポート、チャートというものを使いまして、ホームページをどのように直していったら効果が上がるかということをご提供している、そこから多くのお問い合わせが発生するというのが株式会社ミルズのサービスでございます。もし今ホームページを早く営業の力にしなきゃいけない、もしくは採用で今度こそ本当に採用しなきゃいけないんだ、新卒なのか、あるいは転職者なのか、
そういうホームページに早くしなきゃいけないんだと、本当に効果が必要だと考えておられる企業さん、また効果がないんだよと悩んでおられる企業さん、ぜひミルズにご相談くださいませ。